皆さんこんにちは。画家作家の長谷倉美雪です。安らぎと希望をテーマに生きる喜びをアートや文で表しています。 YouTube でも心がほっとしたり内から元気が湧いてくるようなそんな発信ができたらいいなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。ということで今回は初めましての方も多いと思いますので自己紹介と今の私を形作ったきっかけとなるお話ができたらいいなと思っています。私は北海道の十勝っていうとこ出身でもう本当にこう何もないというか牛とか畑はいっぱいあるしいますみたいなところで育ちました。でちっちゃい頃って結構ちゃんと変わってる子供で、で、この幼稚園の頃からなんていうかやっぱ自己意識っていうかなんていうのかな、なんかこの存在っていうのは表面じゃなくてなんか奥に本当の自分いるんだなっていうことをなんとなくそれを感じながらやっぱり生きていたっていう感じなんですね。でそれでこの内側にあるこの本体というかねそこに意識を向けてしまうとだんだんですね自己と周りとのこの境界線がこうボワーンとなってきて、でそしてこの内側に意識を合わせるとその外のいろんなものがなんかお話ししてくれるというかこの気配とかいろんなものがまるで語りかけてくれるようなそんなこう感覚を持ちながら大きくなりました。ね、で、まあ、今のね大人の言葉で言うと存在物コミュニケーションって言うんですけれども言ってみたら、まあ、波動言語、まあ、テレパシーですねで、まあ、お話ししていたのかなと思います、ね、でもねその感覚をね持っているとね結構ね小学校に行ったらね割とこう不自由だってことに気づいたんですね。どういうことかっていうとなんかこう学校の授業の中で先生が言ってることにあれ本当かなみたいなことがなんかね分かるっていうか感じるんですね。でそして、ぼーっとしてるとそのいろんな人も含めたなんか思いっていうのをなんかこう感じるというか分かる感覚になっちゃうのでそうすると人間生活ってとっても不自由だったなっていうことにだんだん気づいてきて、でそれで、そういう、まあ、能力なのかなんか分かりませんけれどもそれはもう一旦閉じようって思いました。けど自分と本体とつながらないと本当よく分かんなくなっちゃうので自分とだけはつながってようと思ってで大人になったっていう感じです、ね。でまあ、そんなねちゃんと変わった子ですから、ワクワクするものって言ったら例えばまあ、自然の中にいたりとかあるいは本を読んだりとか、星空を見上げるとかっていうとものすごくねなんていうかね本当の自分に帰れるようなそんな感覚がしてました、ね。で、まあ、こうして子供から大人へで、まあ、学生時代を終えて社会人となって、まあ、社会人の時はある大学って医大だったんですけどもそこの研究補助員として、働きました、ね。だからそういう意味では結構バリバリの、まあ、なんだろう目に見える世界の中で、暮らしていたんですけれども、そんな中でですねやっぱり転機になったのが結婚して子供生まれてからなんですね。で最初に生まれた長男が、まあ、未熟児だったんですよ。で、それ、なんで未熟児になっちゃったのかっていうと、私が妊娠してる時に妊娠中毒症って言って、赤ちゃんがお腹の中で大きくならないっていう、まあ、そういうことが起こっちゃったんで、で、それで、まあ、絶対安静というかね、いろいろしてたんですけれども、実際生まれてきた子は、2キロに満たない子で、本当結構大変でした。もう本当にこう、まあそれね、生まれてすぐに大きな病院まで救急車で運ばれて、で、そして、まあ退院、やっと1ヶ月後に退院、3キロになって退院したんですけれども、それでも、もうね、いろんな異常が見つかるんですよ。なので、もう私はもうずっとこの病院を走り回っていたっていうような、で、そんな、子供が、長男がちっちゃい頃、そんなお母さんをやっていました。ね。で、そんな中でですね、その彼をまあ大きくさせないといけないと必死になってくるわけなんですけども、もうやっ
ってもやってもというか、あの離乳食始まっても始まっても全然食べてくれなくってっていうのは、食べるという行為自体がもう極度の貧血で疲れすぎちゃって食べれないってことに気づいたんです。それでもうあの一生懸命ね、こう頑張ってさまざまなことをやるんですが、でそんなあの中でですね、まあなんだろうな、あのマクロビオティックとか、まあ代替療法とか、この今まで目に見える世界を中心に生きていたんですけれども、その命ということにあのこうぶつかっていった時に、何をどのぐらい食べるのかが命とかじゃなくて、ね、そのもっと奥にあるもの、ね、でこの命って本当に何なんだろうってことに思いを馳せて、で命を肥やすような食べ物とか、あとは生き方っていうのに変換していったっていうのが、この長男の時のまあ気づきだったんですね。でこうしてですね、だんだんとですね、この目に見える世界から、その目に見えないというか、その私たちを生かしている奥なるものっていうものに対して意識を向けるようになって、で、そして、まあ、玄米菜食等々を、しっかりやっていくと、やっとその長男が元気になって、で、同時に家族もみんな元気になったんで、あ、やっぱりこのね、大いなる自然の恵みの中の一部として生きていくっていう、そういうこの考え方、この命のリズムに沿った生き方をしていくことによって人って元気になるんだなっていうことを一人目の時に気づきました。で、次二人目なんですけれども、二人目の時は、まあ、しっかりとそういう、まあ、自然食というかやっていたおかげでというかね、でそれで、まあ、元気な子が生まれてくれたんですね。それでその子がちょうど1歳過ぎで、長男が4歳かな、で幼稚園に行かしていたんですけれども、子供をその幼稚園を長男に送って、で次男を歩かせながら、まあね、1歳過ぎの子を歩かせるって結構大変で、大人の足だったら 2,3 分で行けるところをもう1時間ぐらいかけながら、ゆっくりゆっくり家路に着くわけなんですね。でちょうどその時にですね、秋だったんですけれども、こうその当時住んでいた団地の前に、イチョウの木とかモミジとか、まあ、落ち葉がたくさんこの落ちていて、でカサカサカサコソとか言いながらね、歩いていくわけなんですが、その時にですね、とても綺麗だったんで、1枚こうピッてこう取って、で、次男にほらほら綺麗だねみたいな感じでね、こう何気にこの子供にこのそれを指し示したんですね。でそのふっと取った瞬間にはっって思ったのは、この一枚の葉っぱ、確かイチョウだったかな、でこの葉っぱっていうのは30秒前に歩いても多分違う葉っぱを拾っていてそれではなかったし、またねちょっと遅くてもそれではなかったっていう時に、あ、これって今この瞬間ベストタイミングで拾ったというか出会ってくれた葉っぱなんだってなんか思っちゃったんです。でその瞬間ですね、体にビリビリって電流が走ったようになって、で、あ、もしかしたらその長男がね弱く生まれたことも、ね、まあそれまでねどうしてもなんかこう自分が弱く産んでしまったことによって子供に迷惑かけちゃったなっていう、いや、まあ、罪悪感があったんですけれども、それも含めて深いところではとってもいいことしか起こってないのかもしれないってなんかふっと思ったんです。それは、この長男が命をかけて、ね、もっともっと大きな命のこの恵みの中に委ねてごらんとか、でそしてあらゆる命がつながってるから、そうやって、この命こう支え合いながら、いろんな現象を起こしてくれて、そこで新たな気づきを得て成長させてくれる、それをみんなで協力してやってくれてるのかなってことをなんかふっと思っちゃったんです、ね、でそして同時にですね、こうその時にこの生きているっていうか、多分もう100年後とかになったら、私も、いない、もちろんいないでしょうしって思ったら、今出会っているその人とか物とかことっていうのも、
この今だからこそ出会えているかけがえのない出会いだし出来事だし、ね、二度と同じことって起きなくって、その都度その都度やっぱり変わっていくとなったら、そこにある一つ一つっていうのが、もしかしたらこれは命からの贈り物なのかもしれないっていうことを、その葉っぱを見た時に思って、もう全身ブルブルってなっちゃったんですよ、ね、でそう思ってね、この次男、ね、1歳過ぎの次男の顔を見た時にもう本当にね、なんか愛おしいってなってね、よくこのお母さんのもとにこんなにね、全然よくわかんないのに生まれてきてくれてありがとうって思ったら、もう涙ポロポロ出ちゃってね、でギューとか抱いたら、もう痛いよとか言ってましたけどね、痛いよって喋ってたかな、どうだったろう、なんかやんやんとか言ってましたけど、なんかそんな感じでですね、こうあらゆる命はつながっていて、そしてその命は協力し合っているっていうこと、そしてその起こることっていうのは、表面の自分がどうであれ必要必然で、最高のことしか起こってないのかもしれない、ってかきっとそうだろうって、なんかその瞬間思いました。でそれがやっぱりなんか私の、そうですね、結構本当に大きな転換点というか原点になって、ね、で、まあ、起こる出来事って、まあ、ある意味中庸なので、その中庸ではありながらも深いところでは最も必要なことが必要な時に必要なだけ起こっているので、その中で希望というものを描きながら、その、未来へとこう一歩一歩進んでいこうかなってっていうふうに思ったっていうのが、もうこれね、結構30年前の話なんですけどね、私の活動の原点となっているものです。でそれで、まあ、命の喜びっていうものをアートとか文とかで表そうとして、今の活動へと至っております。ということで今回は以上です。よかったらまたご覧になってください。ではまたね。今日のアートはこちら。Life is beautiful。 ぬくもり、優しさ、温かさ、眼差し一つあなたを包む。暮らしにあるぬくもりを大事にしてくださいね。どうぞ素敵な毎日を。